はい、万次郎です。今日はね、ドピーカンでね、非常にいい天気だったもんですから、いろいろね、撮ってきました。まあ、撮ったものはね、何かというと、まあ、先日ね、お話ししました、マウントアダプターのね、内面反射のね、防止剤、これですね、ターナーアクリルガッシュジェットブラックっていうね、塗料というよりは絵の具、ね、だと思うんですけども、まあ、これを使ってね、マウントアダプターに、内面をね、コーティングしまして、内面反射を防止しようと。で、まあ、どういうふうにやるかというとね、簡単です。まあ、このようなね、綿棒、ね、綿棒にこうちょちょっとつけまして、まあ、塗ってやると、ね、1回ではこう綺麗に塗れないもんですから、まあ、ドライヤーでね、乾かしながらね、3、4回塗るとね、綺麗になります。まあ、それをね、今日はどんな効果があるかということでね、撮影に行ってきました。撮影に使ったね、機材は、まあ、このね、ヤシノンの5センチ F2 というやつとね、ミノルタのロッコール TC-F4、トリプレットですね。まあ、それを使いました。で、まあ、比較のね、写真を、まあ、いくつか撮ったんですけども、比較の写真の方はね、ヤシノンで撮ってね、こちらがね、防止剤を塗布してないもので、こちらが塗布したものね、まあ、この画面でね、少し分かるかどうかで、ね、ちょっと見せましょうか。こうなんか反射してるでしょ、なんか。こちらの方はね、反射しにくいんですよね。ね。真っ黒になってますね、こちらの方はね。まあ、この2つのね、M42 のマウントアダプターを使って、まあ、効果の比較をね、してきました。まあ、ただね、比較写真といってもかなり難しくてね、まあ、三脚は持っていかなかったんですよね。まあ、手取りでいいかなと思って行ったんですけども、まあね、現場でマウントアダプターを特化控え取るというのはね、非常に難しいです。実際にね、距離は同じであってもね、ピントがずれちゃうんですよね。で、帰ってきてね、PC で撮った写真を見たんですけども、まあ、10箇所ぐらいね、比較写真を撮ったんですけども、いやー、ピントがずれちゃってね、比較にならないっていうかね、まあ、その中でね、3つほどね、ピックアップして、まあ、後でね、その効果のほどをお見せしますけども、微妙ですね。劇的な効果はないですね。ヤシノンのね、5センチを使った後で、ロッコールの方ね、 TC ロッコールね、100mmF4 っていうやつなんですけども、これはね、こちらの MD のね、アダプタにつけて、撮ったんですけども、まあ、このアダプタは2つないもんですからね、まあ、比較にはね、ならないんですけども、まあ、TC ね、普通に撮るとね、やっぱりコントラスト、こう低めのレンズなもんですから、逆光なんかでね、どのぐらい映るのかなと、順光ならね、綺麗に映るんですけども、
やはり逆光になるとね、途端にコントラスト落ちてきますのでね、まあ、その辺のね作例なんかもね、お見せしたいと思います。それじゃあね、画面のねこのルミックスのね、GH4 があるところにね、まずあの塗布してないマウントアダプターをね、使った写真で、この右下の方にね、右下の方には、塗布したマウントアダプターでね撮った写真を、まあ、あの順次ね、画面に映していきますのでご覧ください。これはね公園のね、紅葉した木をね、まあ近景というかね、そんな感じで撮ってみたんですけども、後ろの方にはねピクニックのね、家族がいますね。これはあのマウントアダプターね、塗布してないものなんですよね。で次が塗布したものです。ね、ヤシの5センチ反射防止とか、ね、一応、入れてありますけども、ほとんど変わらないですね。それからですね、これベンベイですね、 BMW で、ちょうどその車にですね太陽が反射してましたので、撮ってみましたね。少し太陽の上のところにね、フレアゴーストみたいなのがね出てますよね。でこちらがね、反射防止マウントを使ったものですね。これもねほとんどね太陽の右上にね、フレアゴーストみたいなのが出てますね。なんとなくこうこちらの方がピンがあるかなという感じがしますけどね。これはね円形ですよね、円形、まあ近景から円形をずっとねワンフォーカス、絞りはね4ぐらいですね。まあこれがあの塗布してない方ですね。で次が、反射防止マウントを使ったものですね。まあほとんど変わらないですね。もっと劇的にね、効果が現れるかなと思ったんですけども、このヤシノンのね、まあ、5センチもそんなにねコントラストのある方じゃないもんですから、まあ、ただ今日はねピーカンね、ピーカンっていうのはね、これあの写真用語でね晴天のことですね。すごくあの、天気がいい日のことをね、ピーカンっていうんですけども、そんな状態ではねあんまコントラストの差が出ないのかもしれないですよね。はい、じゃあいつものようにね、ロッコル TC で、100mm4 ね F4 で撮った写真をね、当然その、マウントアダプターにはね、反射防止剤を施してあります。綺麗なね、これ温室の中にね、咲いていたものですけどね、まああのトリプレットで、いつも綺麗な写真を見せてくれますけども、まあその塗ったからといってね、デメリットがあるかというとねそれはないと思うんですよね。でもまあ気持ち締まるかなっていう本当にそんな感じですよね。菊がね咲いてましたので、撮ってみました。まあ、綺麗ですよね。細いね花びらが、くるくるっと回りながらね、伸びてるというね、非常に、美しい花ですよね。赤い菊もねありました。それから白いね、菊ですね。
まあ、コントラストいいのかなというような、雰囲気もあるんですけどね。以前撮ってもね、このトリプレットは綺麗に撮れてましたからね。反射防止剤がね、どのぐらい効果があるかというのはね、今回のテストではね、あまりわからなかったですね。これがね、逆光でね、すすきを撮りましたけどね、すすきのシャワーみたいな感じですよね。これもね、多少やはり逆光ですからね、コントラストこう、低めですけども、いいんじゃないですかね。これね、花水木の実がね、連なっているところですけども、これなんかはね、本当にコントラストのあるね、綺麗な写真ですよね。塗布剤が効いてるね、というその気持ちがね、なんかこう写真を見るとね、伝わってくるんですけどね。これはね、空をバックにイチョウの葉をね、撮ったものです。やっとイチョウもね、だいぶ黄色くなってきてね、もうだいぶね、下に、落ちてきてましたけども、いいですね、イチョウはね、形がいいですね。他にもね、こういう葉っぱをね、撮ってみましたけども、フリンジもあまりね、出ないもんですからね、その辺の効果よくわからないですね。こんなところはね、今回ね、試した、写真なんですけども、塗っておいた方がベターと、いうぐらいのことだと思います。実際にね、いろんな光の具合でね、それが効果があったりなかったりするのかもしれませんのでね、やはりマウントアダプターの中でね、光が反射しない方が当然、ベターですよね。しなくてもね、それなりの写真は撮れるということも分かりましたのでね、知識としてね、知っておくのがいいのかなと。皆さんはね、この結果を見てね、どう思われるかということなんですけども、もしね、もっと効果あるよというような、その、写真のね、作例がありましたらね、ぜひ見せていただきたいなと思いますね。この動画のね、ちょっと今日はね、滑ったかなと思いますけども、内容は良かったと思われる方はね、グッドマークを、そして、登録の方をね、ぜひよろしくお願いします。マンジロでした。